はい、どうも皆様、ゆきよでございます。さあ、本日はね、こちらですルービーでございます。ありがとうございます、ありがとうございます。先日ね、ちょっと購入品紹介をちょっとやった時があって、それでね、ビールの購入品紹介をやったんですよ。実はなんか最近めっちゃビール飲みたくなっちゃって、で家でビール買うことあんまなかったから、なんかもうすごいもうビール欲が出ちゃってめっちゃ買っちゃったっていう動画を上げたんだけど、で購入紹介だけを上げてね、でそっからなんかね、雪音ワインみたいに、なんかレビューみたいなのやろうかなと思ったんだけど、でビールやるのもどうかなみたいな。俺別にビールはそんなに詳しくはないの、実はね。好きだけどね、めっちゃ好きなんだけど、そんな詳しくはないから、だからそれを説明するのもあれかなとも思ってたんだけど、一応ねコメントとかも結構いただきまして、でまあね、ビール紹介もね、ぜひぜひやってくださいみたいな感じのコメントもあったので、本当にありがたいことに、コメントいただけてね、ありがとうございます。本当にいろいろとで、おっしゃっていただけたので、迷わず、ビールのレビューやりますやった、ビールのレビューできるいや本当に好きなんだろうね、ビールねもうテンション上がっちゃうからさ。ってことで今回の、ビール飲むビールはですね、こちらのブルワリー、ビール作ってるとワイナリーみたいなもんでね、ブルワリーなんだけど、静岡県にあるブルワリーで、ウエストコーストブリューイングっていうところです。で、ウエストコーストブリューイングは結構新しい銘なんだよね。俺も最近知ったんだけど、本当に最近知ったんだけど、ここ1年くらいなのかな、まだできて。で、ただすごく気になって、その購入品紹介の動画でこれを買ったのね、まずね、このブラックマーケットトレーダーだよね。そう、を買って、これを飲もうかと思ってたんだけど、ただもう気になりすぎて他のも欲しくなっちゃって、間髪入れずもうウエストコーストブルーイングのそのショップ のオフィシャルサイトから買っちゃったので、こちらね、前買ったのは酒屋さんから買ったから、いろんなブルワリービールを混ぜて買って1本買ってたんだけど、もういても立っても入れなくて、こちらの本当にメーカーのメーカーっていうか、ブルワリーの方から直感で買ったらこういった感じ。箱とかもおしゃれだよね、マジで。本当もうすでに好きなもん、この箱が。はい、ということで、そこで買ったのがこっちの2本ね。で2本ずつ入ってて、この、まあ、2種類があるわけですよ。そうでね、この真ん中のスターウォッチャーっていう、まあ、IPA っていうスタイルなんだけど、スターウォッチャーはまあ、ほぼ IPA なんだけどね、まあ、ウエストコースト IPA かは、もうこのブルワリーのフラッグシップ、一番最初に作った、まあ、ビールというかスタイルのもので、まあ、これも一回飲んでみようと思って、この前これ一回飲んだのね、これをね、めちゃめちゃうまくてうまいなっつって、だもう一瞬でここのブルワリーの虜ですよ、もう虜になっちゃったから、もうここをまず一発目、雪音ビールっていいかな、名前しちゃっていいかな雪音ビール一発目は紹介はもうここって決めてね、ウエストコーストブルーイングの紹介というか、まあ、俺がただ飲んで楽しむだけの動画になるけどね、あんまりビール詳しくないから、とりあえずやっとこう。でもビールをね、知っていくとね、楽しくなってくる、ワインみたいに、そういうことなの。ってことなので、今回飲むのはこの一番右のやつね、これを今日は飲んでおこうと思います。ビール、はい、これもね、このブルワリーの、まあ、ちょっとフラッグシップの一本かな、こうか、はい、これはフルホップアルテミストっていうビールで、ここのね、下に書いてあるのがヘイジーダブル IPA って書いてあるんだけど、このビールはこのブルワリーでは結構何回かそのバージョン違いで作ってて、これはバージョン9かな、なんだけど、まあ、それぞれすごい その同じようなスタイルで作っていくんだけど、中に使ってるホップを変えたりとか、なんかちょっと作り方変えたりしてるみたいなんだけど、今回バージョン9が売ってたので、もうこれ欲しくなって速攻で買っちゃいました。はい、ということで今日はこれを飲んでいこうかなと思ったの。ほんとまずさ、ラベルっていうの、エチケットっていうの、これ可愛くない？俺このスターウォッチャーのさ、このラベル、このエチケット、なんか多分これ富士山なんだよね、静岡県だから、富士山をこのバックにして、で星を見てるなんかホップの親子みたいな、ホップの親子はちょっと可愛くてさ、星見てるスターウォッチャー、だから俺このラベル見ただけでちょっとなんかね、泣きそうになっちゃうもん、なんかね、なんかノスタルジーを感じるということで、まあ いや、まあ、もう早く飲もうね、早く飲んでいこう。よし、ということで、今日は雪音ビールをやっていこうと思います。さあやってみましょう、雪音ビールで。価格なんだけど、今回まあこの
この2種類が2本ずつだったんだけど、この2種類が2本ずつで、4200円だったのね。なので合計4本で4200円だから、だいたい1本が1000円ちょいぐらいかな。うん、まあ缶のビール、まあ、500かな、500入ってるんだけど、この缶のビールで1000円っていうのはまあ高いよね。高いけどそれ以上、それを上回るだけのその幸福度がこのビールにあったから。お前、ね、超好きになっちゃったよ。そう、いいんです、全然いいんです。やったはい、ということで飲んでいきましょう。こちらの、フルホップアルケミストバージョン9、スタイルはヘイジーダブル IPA です。俺もさ、ビール知らないと全く分かんないよね。俺もね、最近、まあ、昔から好きだったから勉強はしたんだけど、ちゃんと分かってなくて、まあ、IPA はインディアペールエールで、まあ、ちょっとホップをしっかり使って苦味とか、ちょっとアルコールも高いようなタイプのビールになって、もともとはね、イギリスでできたスタイルなんだけど、それがアメリカに渡って、今アメリカですごく、本当にアメリカといえばこういった IPA のスタイルみたいなのが、まあ一昔、まだ人気だよね。そうがあって、で俺はすごいアメリカのビールが好きだから、やっぱりこういったスタイルが好きで、IPA っていうので、でしかもこうダブル IPA だからホップめっちゃ使ってるってやつね。でさらにその前にヘイジーって書いてあるから、ヘイジーっていうのは少し濁ってるタイプだね。濁ってるからやっぱりすごい滑らかな舌触りになったり、旨味があったりっていうタイプだし、その濁りはどうやって出すかっていうと、タンパク質とか、なんか酵母の成分によってタンパクがついて濁るみたいな感じのやつらしいんだけど、昔ながらのスタイルだとね、ドイツとかのバイツェンっていうビールが少しに、まあ、濁りのビールで、それは小麦を使うからちょっと濁るらしいんだけど、小麦が結構タンパク質が含まれてるかららしいんだけどね。だからいろいろそういうのがあるらしいので、ちょっと面白いのは、ワインでも少し、濁ってるっていう言い方はあれだけど、ちょっとその、ろ過してないワインとかって意外とその、澄んでるタイプじゃなくて、ちょっと色がしっかりついてるタイプも多いから、なんかそういったワインって本当に何も手をかけず、ろ過もせず、ちょっと檻とかも残っているような状態で作ったワインとかもあって、なんかそういったワインとなんとなくその雰囲気が近いところも なんか感じてね、こういったヘイジーのビールって、でもそっちのワインの方って本当に原始的なスタイルの作り方を取った上で、その檻も一緒にやって、ちょっと濁ったタイプのワインもできるけど、こっちのヘイジーのタイプはもともともう超新しいことをやろうとして、自分たちのスタイルを見つけようとしてやってた結果濁りに行ったっていうタイプで、なんかちょっとビールとワインのその差がね、面白いなっていう感じはあるんだけど、とりあえず飲もうね。はい、すみません、ちょっと時間がねかかっちゃった、話したくもなっちゃってね。さあ飲んでいきましょう。もうワクワクだよ。どうなんだろう、開けるときとか、なんかこうやったらいいかな。ビール動画慣れしてないからさ。こういう感じでいこうね。よしよしよし、いくよ、いきます。はい、よいしょ。これよ、濁りあるっしょ、これなのよ。さあ、どうやってレビューするんだろう。毎回普通にやればいいのか。さあ、よし、いただきます。まず香りをね、香りをいただきましょう。トロピカルフルーツ、この香りなんだよね。めっちゃ好きなんだよ、この香り。いや、このホップの香りね、ホップもいろいろ使うみたいなんだけど、やっぱりすごいトロピカルな香りとか、柑橘の香りとかが混じってるんで、もうすごい、ちょっとね、ジュースまではいかないけど、グレープフルーツジュースとかパイナップルジュースを少し混ぜたような感じの香りなんだよね。香りはすごい、あそこに少しこうギュッとね、なんかこう
少し、まあ、苦いような感じの、うん、なんか松屋にちょっと樹脂的な感じの、ね、香りもあるんだけど、まあ、それが複雑さを出して、まあ、基本的には超フルーティーないい香り。うわーやばいね。もう早速飲んじゃっていい？いただきます。うまー、おいしいわ。なんかやっぱ普通の多分スタンダードの多分普通に一般的に飲んでるビールとは全く違うビールだから、なかなか、まあ、飲み慣れないとっても、フルーティーだから飲みやすいと思うんだよね、逆にね、こういったタイプのビールってね、うん、でもちろんあの苦味もあるんだけど、でもそのこのビールのそのフルーティーさとか、あとはちょっとそのまああのまあヘイジーでちょっとに濁りのあるビールみたいな感じだから、ちょっとね甘みは感じるんだよね。なので結構甘みとかを感じて、そのボディが結構しっかりしてるから、しっかりしてる分苦味はそんな強く出てこないんだよね。もっとすっきりとしてたりしたら、より苦味がこうパッて鮮明に来るかもしれないけど、そういう感じがしないからすごく柔らかく感じるの。なのでもう超ゴクゴクいけちゃうじゃん、このビール。うまっ。何この香りがもう最高です。本当このウエストコースのビールやっぱすごい好きだわ。美味しい。これでもね 8% あるんだよね8% ビール 8% ってまあまあでね、だいたい 4-5% だもんね、あったとしてもね。でもその IPA みたいなスタイルはやっぱりどうしても度数が高いものが多いから、まあ、もっと上のもあるけどね、逆にね。いやー超いい香り。ちょっと飲んでいいですか。で泡もね、きめ細やかだよね、すごい。なんかこの感じもなんかバチバチくる泡じゃなくて、なんか柔らかくて、でやっぱりすごい滑らかな舌触りになるし、少し濁ってるしね。なんでもめっちゃうまいわ。これは美味しいね。スワリングとかしてみる。ちょっといいかな、ビールだけど。でなんか一応ビールってさっきのホップで、まあ、もちろん苦味とかをつけるものをホップっていうね、まあ、の植物があるんだけど、ホップって香り付けにも使われて、この、V9、フルホップアルケミストっていうの V9 に使われてるホップがモザイクっていうホップとエルドラドっていうホップとギャラクシーっていうホップなんだよね。強そうモザイク、エルドラド、ギャラクシー、強そうだね。だからそういう3兄弟いそうだけど、そういうホップを使ってるらしい。で、そのホップがどういった役割を持つかっていうのは俺はいまいち知らないみたいな、ね、ちょっと調べたんだけど、まあ、そんなによく分かってない。多分単体ホップ、その単体のものを飲んでいかないと香りとかって分かんないから、まあ、ちょっと分かんないんだけど、どれがどういう効果をもたらせるかは ね。でもそのギャラクシーっていうホップはオーストラリアの品種らしくて、で他のモザイクとエルドラドはアメリカ品種って書いてあったんだけど、やっぱりアメリカの品種が多いみたい、今ホップのあれはね。まあ、ヨーロッパ品種もあるのか、俺が飲んでるビールがアメリカが多いからアメリカ品種が多いのかもしれないけど、そういった品種みたいな話になってくるとね、ブドウのあのワインのブドウ品種みたいな感覚なのかなって思ってて、なんとなくはね、うん、まあもちろん小麦はあの大麦、麦からできるお酒ではあるんだけど、ホップのその品種とか見て面白いなと思って、だからすごくちょっと掘り下げていきたいなと思うんだけども、俺ちょっと正直まだその詳しくないから、もし本当にねちょっとビールとか知ってる方いたら教えてほしいし、あのそうだね、でもしこれからちょっとビール、あこういうビールあるんだって興味持ってくれた方いたら、一緒に勉強しとこう一緒に学んでこう。俺もねビールはね好きだけど、まあそんなに飲んでるわけじゃないから、一緒に学んでこうっていう企画でいいかな、っていう企画を効率にビール飲んでていいかな、いいよねいい香り。あの座りにしない方がいいのか、炭酸抜けちゃうからビールはちょっとつい癖で。いやでもこの香りすごいよ、もう。いやウエストコーストブリューイング最高です、めっちゃうまい。でもここ行きたいもん、静岡県にあるとかって言ってた、もち宗っていうところにあるらしくてね、行ってみたい、すごい。いやもう虜ですよ、ウエストコーストブリューイング WCB の虜です。うまいね。
ほんとただ俺が楽しんでる動画になってるね、これ。はい、ということで、本日ご紹介したおビールはですね、静岡県のウエストコーストブルーイングというブルワリーの、フルホップアルケミストバージョン9でございました。ヘイジーダブル IPA のスタイルだね。いや楽しいね。これ残りがもうすごいもん。たまらん。大丈夫、俺ワインより楽しんでない、大丈夫。いやもうね、ワインがね、ちゃんともっとね、あれですよ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ゆきおでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。